よろずや金之助、すけ。よろずやきんのすけ。よろずやきんのすけ。1932年、昭和七年十一月二十日から九百九十七年、平成九年三月十日は、全名、中村金之助。歌舞伎から映画に展示一躍人気スターとなった、大劇俳優、またテレビや舞台でも活躍した。身長百六十二センチメートル、中村きんの時代の野豪は、はりまや、 縄文は、アゲは町、よろずや金之助と改名してからの野豪はよろずや、縄文は、きり町。愛称は、金ちゃん。中村プロダクション代表、1968年から1982年。東映俳優クラブ組合委員長、1965年の約3ヶ月間。本名は、小川金一、小川恵理一郎、金一郎と改名していた頃もある。 毎4歳になる直前に、歌舞伎の初舞台を踏んだ時から39歳まで、中村金之助を名乗り、1971年10月に、小川家一門が野号を、針間屋から、よろず屋に変えた。その1年後の1972年11月、不惑の40歳を迎えた時に芸名を、よろず屋金之助に改めた。父は三代目、中村時蔵おじ。 初代中村吉右衛門、叔父、十七代目、中村勘三郎、俳優の中村勝夫は弟、五代目、中村宇太六、三代目、中村又五郎、五代目、中村時三、二代目、中村金之助、二代,代目、中村指導はそれぞれ老いにあたる。妻はいずれも、女優の有馬稲子、初婚、淡路恵子、再婚、高二式、再再婚。 長男で俳優の島栄一夫と芸能人ではない次男は淡路の連れ子。実施は淡路との間に三男の小川昭弘、元俳優、1990年にバイク事故死と呼む男の小川聡史、芸名、よろずや吉之助、元俳優、2004年に窃盗罪、家宅侵入罪で実刑判決、2010年に自殺。行政小学校卒、 旧制行政中学校を2年で中退。署名は中村金之助。吉右衛門劇団立尾を山を父に持つ、歌舞伎役者の御蔵師で、1936年11月歌舞伎座で初舞台。長兄、種太郎、後2代目、中村歌唱、時系倍氏、後4代目、中村時蔵、3兄、初代、中村指導と同時で、満4歳であった。 小山、立役、男役ともに務めて、歌舞伎界にて役者修行を積んでいた。特にお山として評価が高かったが、四男であり、歌舞伎界で主役級俳優を目指すのは、困難な状況だった。そこへ、当時、三空ひばりを抱え、ひばりの相手役として、若手男優を探していた、新芸術プロが目、金之助を映画界にスカウトし、 金之助は、転身を考え始める。しかしその状況を知った歌舞伎役者たちからは、映画転出は許さないと、抗議が殺到。当時の李炎では、役者たちに、歌舞伎、映画両方での活動を許せば、映画で人気を得た若造たちに、李炎の秩序をかき乱されるという危機感とも、取れる見方が大勢であり、父と木造は、中途半端はいけない。映画界に行くなら歌舞伎をやめていきなさい。 もし映画で失敗しても歌舞伎に戻ることは許さないと、金之助に決断を迫ったと言われる。結局、金之助は歌舞伎を断念する道を選び、1953年11月15日、歌舞伎座子供歌舞伎教室、菊畑の虎像実ハウ若丸を、歌舞伎卒業公演として、1954年2月映画界に転校する。次々兄の初代。 中村指導は、金之助と弟の中村克夫が、東映入りすると、自らも、離縁を去って、東映のプロデューサーとなり弟たちを、背後から支えることに徹した。以上のように波紋を読んだ、金之助の映画転身であったが、転身を進めてきたのが、この当時にすでにスターだった、三空ひばりだったことも事態に、負の要素となったと言われる。その少佐に、 金之助は映画で名を成してから、父、時蔵を映画界に呼び寄せ、数本の映画に出演させたが、その際に父は特に歌舞伎を辞める必要はなかったことが挙げられる。映画俳優の道を選んだ金之助は、美空ひばりとの共演作、新芸術プロ作品、日踊り蔵誌で、映画デビューの後、新東法を経て東映に遺同社制作の映画、薄い同時に出演し、 これの大ヒットにより一役スターの座を手に入れた。以後、大川橋蔵や東千代之助らと共に、東映時代劇映画の看板スターとなり、日本映画界の前世紀を支えた大スターの一員となった。一心たすけシリーズと宮本武蔵シリーズは当たり役となり、特に武蔵役はライフワークとなった。その明るく、気さくで豪快な性格から、 俳優仲間や裏方のスタッフなど多くの人たちから、錦シキ金ニー、西木ちゃんと慕われ、親しまれた。レコード歌手としてもデビューし、ヤクザは歌手、色箱歌などの曲をリリースしている。昭和三十年代後半、テレビに人気を奪われ、映画産業が徐々に社用化の様子を呈するようになった頃から、時代を読むのに長けていた金之助は、テレビドラマへの進出を図る。 東映俳優労働組合の委員長に就任したが、1966年に東映内部の労働葬儀を収集できなかったこともあり、東映を退社。1968年に中村プロダクションを設立し、本格的にテレビ時代劇の世界に進出し、高い評価を得る。この頃の出演ドラマとして、小連れ狼や、破れ傘がさがたな船る人があり、破れ、武行、 長崎繁華町、破れシンクロ王等がある。1956年の小川家による、地方巡業、お祭り、金本中心蔵八段目道行旅路の嫁入りで、舞台にも復帰。毎年六月に東京、歌舞伎座で定期工業を打っていた。なお、歌舞伎座での工業でありながら、金之助の演目は、ほとんどが歌舞伎ではない新作時代劇であった。そして、 歌舞伎であっても全てが明治以降に作られた、いわゆる新歌舞伎であった。本人も古典、伝統歌舞伎をやるつもりはなく、小分かれ、歌舞伎演目の一つである絵の意小別かれのことなんてできねえよと言っていた。映画化入り後に舞台を務めた歌舞伎の演目は次の通り、復帰狂言、お祭りは大向かうの、待ってました。掛け声の後に役者が待っていたとは、 ありがてえという、復帰に絡めたお馴染みのもの。道行き旅路の嫁入りは、本人は、ご馳走、特別出演として、一瞬登場するだけである。裁判年の1994年に演じた、極めつき番随長兵衛の長兵衛役は二代目、吉江門のを忠実に演じたが、水野役の十五代目二代門、当時は、片岡隆夫とは、子役時代からの友人である関係から、 金之助は、高尾ちゃんと一緒にできる。と、久々の共演を楽しんでいた。なお、歌手として、西木ちゃん祭りというライブイベントを各地で開催している。1971年10月、歌舞伎座の三代目、中村時蔵十三回吉井前工業で、小川屋で一門をなすことを宣言し、夜号をよろず屋に、縄文を霧町に改めた。 翌1972年に自身の芸名も中村金之助からよろずや金之助と改めた。この際、名を占い、生命判断により金之助を金之助と変えている。この年前後から舞台公演とテレビ時代劇が主な活動となった。1978年公開の映画、野牛一族の陰謀で主演、金之助が12年ぶりに東映に戻り、 撮影された。金之助演じる柳木歌島守胸のりの夢でござるというセリフは話題になり、作品も大ヒットとなった。1979年、テレビ朝日開局20周年記念番組、赤浪市で主演を務めた。金之助は、沢島忠に、45歳になったら、必ず、大石倉之助をやります。その時は、監督をしてほしいと依頼していたという。 この作品で金之助は、舞台、映画、テレビのすべてで倉之助を演じたことになった。1982年、牧野肖造賞受賞。1982年、中村プロダクションが倒産し、莫大な借金を抱え、さらに、歌舞伎公演の最中に倒れ、入院し、重症筋無力症と診断され、さらに同年8月には胸選手的質手術をし、 同年11月退院。翌1983年に、重症筋無力症を克服した。1990年、三男の秋広が、自故死。右目角膜剥離を発病。1996年、長年の芸能活動を、文化庁から表彰される。同年陰頭んを発症し、NHK 大河ドラマ、毛利元成の天骨年比左役を降板した。 1997年3月10日午後2時41分、入院先の千葉県柏市の国立がんセンター東病院で肺炎のため死去。2000年に発表されたキネマ旬報の20世紀の映画スター男優編で日本男優の9位、同号の読者が選んだ20世紀の映画スター男優も同じく第9位になった。 2000年後期の NHK 長の連続テレビ小説、オードリーは東映京都撮影所が舞台の作品であったが、その中で、渦政の撮影スタッフがテレビの時代劇を見て自分たちがタッチしていない、時代劇にも変わらず、あまりのいい出来にショックを受ける作品が、金之助が主演したテレビ、東京製作のそれからの武蔵として描かれていた。 生前の金之助を知る人の話を総合すると、相当な懲り性だったようである。小連れ狼で、ハイ一等を演じた時には、動物抜きの使い手である一等に影響されてか、道たぬき一門の刀コレクションをはじめ、多い時にはその数が数百本に達したという。また、占いにも凝っていたらしく、ウルトラセブンの諸星弾薬で知られる、森継孝二が、森継孝二に改名したのも、 占い好きの彼の助言によるという。また、自身も法医学に凝り、ひどい時には法学が悪いと言って、片互いのために家に帰らず、ホテルに泊まることもしばしばであったという。その結果、宝塚歌劇団出身で対談後女優活動をしていた高二式と不倫関係となり、当時の妻、淡路恵子と離婚、孔と再々婚することとなった。 歌舞伎界と別れた後も、いくつかの関わりを持っている。老いの二代目、中村指導が、襲名披露をする際は、自ら貢献人を買って出て、工場を述べ、歌舞伎界で、後ろ盾のない指導の力になろうとした。また、有馬稲子の話によると、李ンの妻であった母親の存在が大きく、金之助だけでなく、シュート目である母親の顔色も伺わねばならなかったと、いう。また、 野後をよろずやにしたたたののは、母親の意向が強かったためとも言われている。世界的スターである、三船敏夫が、取締役の参戦プロダクションが制作する映画の常連であり、三船との共演も多かった。また、出来合いする息子たちが子供だった頃、仮面ライダーの大ファンであり、父ちゃんは、偉い役者だって言うけど、仮面ライダーに出てないじゃないか。と言われ、 仮面ライダー出演を本気で、東映にオファーし、東映のスタッフたちを絶句させた。当時は、こういった大御所の俳優が、特撮番組に出演することはあまり前例がなかった。ため、出演は叶わなかったが、息子たちのために、地獄大使を演じていた友人の俳優、牛尾賢治に頼んで、その衣装で潮に家に来てもらったことがあるという。元プロ野球選手の大貞晴とは、 自宅が近所ということから、家族ぐるみの付き合いをしていた。一方では、プロ野球、阪神タイガースのファンでもあり、阪神の選手とも家族ぐるみの付き合いをしていた。また、日本中央競馬会にも、馬所登録をしており、中山金杯に優勝したよろずハッピネスなどを、所有していたことでも知られる。中村智夫が後に語っていたところによると、金之助が亡くなったことを知った。 かつ慎太郎が、俺の兄弟の一人がいなくなってしまったと語り、ガンで闘病中だった自らの体調の悪化もあって、金之助葬儀への参列を果たせずに残念がっていたと言う。価値は金之助が死去したわずか3ヶ月後に他界している。よろず屋は1971年に新しく、制定した小川家の屋号である。もともとは、小川亀、家長のせいか、小川吉右衛門、家。 屋号、よろずやにちなんだものである。小川吉右衛門家は、よろずやという屋号で、代々一村座の芝居座屋をしていた。つまり歌舞伎の関係者であった。小川吉右衛門の娘である亀は、三代目、中村歌六の妻であり、初代、中村吉右衛門、波美の家を継ぐ、三代目、時蔵、小川家を継ぐの母であり、金之助ら小川家御兄弟の祖母である。 次男三代目時蔵のみあえて母の実家の姓を名乗った。三代目時蔵はそればかりでなく、小川矢子と張間矢を出して単独で矢子を、よろずやを名乗りたい意向を持っていたが、自身は果たせなかった。金之助ら遺児たちが1971年に、よろずやを名乗ったのは、両家がもはや一門をなさないという主張であり、吉右衛門家への対抗意識による。よろずやはそもそも中村吉右衛門や、 小川家共通のルーツである。このことは、中村吉右衛門家も強く意識していた。二代目、中村吉右衛門は署名を、中村万之助と名乗った。また、吉右衛門の弟子筋にも、一万、万の字を付けさせた、中村万之丞など。しかし、小川家が、よろずやとなった後は、中村吉右衛門家は、一万の字を使わないようになったのである。例、中万之丞は、 中村吉野城と改めた。しかし2010年9月、前年に二代目、中村又五郎が他界したため、本家とも言える針間屋が二代目吉江門とその門弟だけになるという状況となり、針間屋の衰退を危惧した五代目、中村歌六と三代目中、又五郎の兄弟一門は、再び屋号を針間屋に戻している。金之助は生前、母、小川雛から、 父や創生した兄の名跡である中村時造を襲名して、その五代目となるように再三懇願されたが、本人は拒否を貫いた。金之助の名は本名の金一に由来するもので、過去での歌舞伎に由来を持たない全く本人独自のものである。もちろん初代である。この名を歌舞伎、映画俳優時代を通じて名乗り続け、1972年に、 よろずや金之助と解明した。彼の息子は、歌舞伎界には入らず、映画界に入ったものの大成せず、三男は、交通事故死、四、男が不祥事の末に自殺という結末だった。そうとなれば、中村金之助を名跡として復活させるには、他人が名乗るしかない。しかし、この名は歌舞伎、小畜から離れ映画界に転じてから、しかも、 映画、舞台の工業会社として、松竹とは、競合係にある東映で大成した名である。それゆえに、歌舞伎を仕切る松竹がタッチしたがらない名前、いわば永久欠番的な存在である、と長らく言われ続けていた。歌舞伎における、軽い位置づけと、裏腹に、映画界ではこの名の存在感があまりに重すぎるため、このことも、また名跡復活にあたって、 壁になるかもしれないという懸念も長らく囁かれていた。結局、中村金之助の名は、死後10年経った2007年4月2日、東京歌舞伎座の大歌舞伎工業で、兄、四代目、中村時蔵の次男で、自身の老いである、中村慎次郎が、木一方言三略館、菊畑の虎造実は、牛若丸と、総長長くる日記、相撲場の長吉、 よごろうで二代目金之助を襲名した。菊畑のたら実は、牛若丸は、初代が、歌舞伎役者時代、最後に勤めたゆかりある役所である。二代目金之助は、この、金之助の名跡を、歌舞伎では大したことのない名前と語る。中村金之助という名は前日の通り映画界では、威厳ある名前であるが、歌舞伎界においては全く軽いものである。 しかし二代目は映画界において大成した中村金之助という名を歌舞伎に戻すのが私の役割と語る。まさに前例がない試みであり、二代目にとってみても生涯挑むべき目標とも言える。よろずやは信仰の一門であるにもかかわらず、男子に恵まれており、歌舞伎俳優となった者も,も多かったことから、金之助以外のゆかりある名跡や名前は現在もすべて使われている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。